これより会議を開きます。議長、太田和美さん。議事日程追加の緊急動議を提出いたします。平成24年度一般会計予算、平成24年度特別会計予算、平成24年度政府関係機関予算右3案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。太田和美さんの動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程第一に先立ち追加されました平成24年度一般会計予算、平成24年度特別会計予算、平成24年度政府関係機関予算右3案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。予算委員長中井宏君。ただいま議題となりました平成24年度一般会計予算ほか2案につきまして、予算委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。この予算3案は去る1月24日本委員会に付託され、30日安住財務大臣から提案理由の説明を聴取し、2月9日から質疑に入り、基本的質疑4日間約22時間、一般的質疑7日間約31時間、集中審議5日間約34時間、締めくくり質疑約3時間、計約89時間の体制質疑を行ったほか、いわゆる地方公聴会、参考人質疑、公聴会、分科会審査を行い、本日討論採決を行いました。次に予算3案の概要について申し上げます。平成24年度一般会計予算の規模は90兆3339億円であり、前年度当初予算に対し 2.2% の減少となっております。歳出のうち基礎的財政収支対象経費の規模は68兆3897億円であり、前年度当初予算に対し 3.5% の減少となっております。歳入のうち公債の発行額は44兆2440億円で、公債依存度は 49.0% となっております。特別会計予算については、東日本大震災復興特別会計を創設することとしており、同特別会計の規模は3兆7754億円となっております。同特別会計を含めた18の特別会計では、会計間の取引額などの重複額等を控除した歳出純計額は190兆5254億円となっております。政府関係機関予算については、株式会社日本政策金融公庫など4機関の予算を計上しております。なお財政投融資計画でありますが、その規模は17兆6482億円で、前年度当初計画に対し 18.4% の増加となっております。審査におきましては、財政金融政策、社会保障と税の一体改革、外交安全保障政策、高校授業料無償化等の政策効果の検証、年金制度改革、東日本大震災復興支援 TPP、 公務員制度改革、原発事故除染対策、雪害対策など、国政の各班にわたって熱心な質疑が行われました。その詳細は会議録によりご承知願いたいと存じます。本日質疑を終局いたしましたところ、自由民主党無所属の会、日本共産党及びみんなの党からそれぞれ平成24年度予算3案につき撤回の上、編成概要を求めるの動議が提出され、趣旨の説明がありました。続いて予算3案及び各動議について討論採決を行いました結果、各動議はいずれも否決され、平成24年度予算3案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。この予算3案につきましては、本年度第4次補正予算の審査を終えてからの審査という事情もあって、審査日程の確保の点で苦慮する場面もありましたが、各党の理事委員の皆さんのご理解ご協力のおかげで
円満に審査採決を終えることができましたことに対し、委員長として心から感謝申し上げご報告といたします。平成24年度一般会計予算ほか2案に対しては、石原伸晃君ほか3名から3案につき撤回の上編成替えを求めるの同意が提出されております。この際、その趣旨弁明を許します。塩谷龍君。自由民主党の塩谷龍でございます。私は自由民主党無所属の会を代表して、平成24年度一般会計予算、平成24年度特別会計予算及び平成24年度政府関係機関予算につき撤回の上編成替えを求める動議に関して趣旨を説明申し上げます。東日本大震災から1年が経とうとしています。改めて震災によって亡くなられた方々に対して哀悼の意を表しますとともに、いまだ続く被災された皆さんのご労苦に対し心からお見舞い申し上げます。さて、民主党政権になって2年半、野田政権が発足して半年が経ちます。この間、日本経済はさらに低迷し、政治不信はかつてないほど高まっています。もはや民主党政権には予算を編成する能力も実行する能力もないことは誰の目にも明らかであります。予算は漫然と過去の政策の継続を行うのではなく、直面する課題と将来の目標を見据えて今何をすべきかを明確に示しつつ編成しなければならないことは言うまでもありません。しかし政府案は全くそれを示していません。今やるべきことは明確です。自民党は予算について優先順位を明確にしております。第一は震災復興の加速化と国土強靭化です。我が党は復興を最優先課題と位置づけ、復興の加速に必要な予算を十分に確保すべきであると考えております。同時に強くてしなやかな国づくりを目指し、事前防災の観点から国土強靭化を図ります。第二はデフレからの脱却と日本経済の再生です。長引くデフレ、超円高によって日本経済が深刻なダメージを受けています。デフレ円高からの脱却に向けて、欧米先進国並みの物価目標 2% 程度を政府日銀アコードで定めるとともに、日銀の国際管理政策への協調などにより大胆な金融緩和を断行すべきです。第三は徹底した行財政改革と財政規律の確立です。我が党は国会議員の定数削減と同時に国と地方の公務員の人件費を削減し、国費ベースで1兆5000億のスリム化を提案しています。これら徹底した歳出削減に努めつつ、消費税を含む税制抜本改革の実施により持続可能な財政の確立を目指します。第四は事業を規律と基本とする安定した社会保障制度の確立です。我が党は汗が報われる社会を目指し、事業を基本とし共助公助を組み合わせた安心できる持続可能な社会保障制度を構築します。この基本方針のもと、生活保護費については不正受給に厳格に対処し、就労を促進し大幅に削減します。
そして最後に、我が国の直面する政策課題や財政状況を正直に国民に開示し、嘘のない予算を編纂することこそ寛容であると考えております。我々はこのようなこれらの前提として予算の組み替えを求めるものでありますが、政府案の問題点を3点指摘いたします。第一の問題点は払拭予算であることです。平成24年度一般会計予算の規模は 90.3 兆円であり、この点について政府民主党は前年度比6年ぶりに減になったと胸を張っています。さらに中期財政フレームに基づいて歳出大枠約70兆円、新規国債発行約40兆円を堅持したと言っています。我々は本来24年度当初予算に計上すべき多くの予算が平成23年度4次補正予算への付け替えによって24年度予算の規模を表向き小さく見せようと偽装していることを批判をしてまいりました。さらに基礎年金の国庫負担割合2分の1への引き上げの財源に交付国債 2.6 兆円を充てた借金隠しの予算であるとともに、本来なされるべき削減努力を放棄した形で将来へのツケを回した予算としてある予算している点は大きな問題であります。まさに平成24年の予算は粉飾予算であり、国民の目を欺くものであります。第二点はマニフェスト破産予算であることです。民主党のマニフェストが総崩れになっていることは誰の目にも明らかであります。やらないと言ってた消費税の増税は声だけに使用する一方で、無駄の削減と予算の組み替えで財源を捻出すると言っていた約束はすっかり忘れています。無駄の削減を諦め消費税の増税を言い出したことは、民主党の財源論が完全に破綻したことの証左であります。さらに後期高齢者医療制度の廃止や国家公務員の人件費の2割削減など、マニフェストで約束した政策はすべて先送りであります。第3点はばらまき政策を見直すとした3党合意違反の予算であります。我々は民主党の看板政策である子ども手当、高校授業料無償化、農業者個別所得保障制度、高速道路無料化のばらまき 4K 政策についてはかねてより一貫して撤回を求めてきましたが、自民党、民主党、公明党の協議の結果、昨年の8月に合意がなされたことはご承知のとおりであります。しかしながら24年度予算において民主党はこの合意を見事に反故にしたのであります。子ども手当については検討事項とされていた法案の名称が略せば子ども手当法となるような法案が提出され、また所得制限を設けることで合意していながら、年収960万円以上の所得制限世帯へも5000円を支給することを一方的に決めてきました。これらは明らかに3党合意を無視するものであります。また高校授業料無償化と個別所得保障制度については、3党合意において政策効果の検証をもとに必要な見直しを検討し、平成23年度第3次補正予算並びに平成24年度予算に編成プロセスにあたり誠実に対処するとされていました。しかし高校授業料無償化については全く見直し作業が行われないまま無償化予算が計上されました。農業者個別所得保障制度についても民主党から示されたものは決して検証と呼べるものではなく、協議に入ったらいきなりもう時間がないとそのまま予算計上するなど、三党合意を無視したのと同然でありました。政治の要諦は信頼であることは言うまでもありません。民主党の対応は高等官の信頼をことごとく裏切る行為であり、内閣支持率の低下を見るまでもなく、これらの行為はそのまま国民の政治不信につながっていることは明らかであります。以上、政府予算の問題点を申し述べましたが、以下編成外の具体的な内容について申し上げます。まず復興予算についてであります。
東日本大震災の復旧復興のために数次にわたる補正予算が我が党などの賛成により成立していますが、この予算を執行する民主党政権下の不手際により、瓦礫処理や道路、鉄道等の生活のインフラの復旧などは一向に進まず、1年が経とうとする今日に至っても被災者の生活再建、被災地の復興の展望は未だ開けてない状況が続いております。我が党はこれまでのような後手後手の鉄を二度と踏まないためにも、先月スタートした復興庁については総合調整にとどまらず、与えられた権限を十二分に発揮し、実施機関として被災地の実情に即して迅速かつ十分な対応を行うべきと考えております。先日3月3日から4日にかけて、我が党の谷垣総裁が被災3県を訪れ、現地において復興加速への10の方策を発表いたしました。復興への決意を新たにしたところであります。復興の規模について政府の目算は大きく狂っています。政府は復興事業を平成27年末までにの5年間の復興期間、復興中集中期間で19兆円を見込んでいますが、これまでの数次にわたる補正予算に24年度予算を加えると復興のに必要な枠はほとんど残りません。被災者に寄り添うなどと言いながら、来年からの復興事業はどうするのですか。これでは本格的な復興はもとより、享受するような国土強靭化のための全国防災への対応は到底おぶつきません。我々は復旧復興事業については特別会計で必要な予算を十分に確保すべきと考えており、復興計画を早急に見直すべきであります。次に、デフレから脱却と日本経済の再生に関する予算であります。日本経済を持続可能な成長軌道に乗せ、国民生活の基礎である雇用を安定させるためには、大胆かつきめ細かい成長戦略を立てて集中的に予算を投入すべきです。例えば世界の頭脳を世界に集める、日本に集めるために研究環境の整備や、国際競争力を持ち海外転換する企業が世界中で大きく活動し、その成果を日本に還元するような仕組みを整備します。また震災でその重要性が改めて認識されたサプライチェーンを強化するため、これまでにない大胆な政策をパッケージで提示し実施します。強固なエネルギー供給体制の確立や資源確保戦略の推進を国家プロジェクトとで行うことも重要であることは言うまでもありません。他方、中小小規模事業者への対策を強化する観点から、資金繰り対策とともに新製品や新たな技術の開発などを促進し、円高等に負けない足腰の強い経営体質を作っていくために、中小企業関係予算を政府案よりも約300億円程度増額すべきであると考えます。農林水産業関係の政府案は、農業農産整備税、整備などなおざりにしています。加えて事業を前提としない農業者個別所得保障制度は米価の低落を将来するとともに、米など土地利用型農業偏重で地域の特性を無視した全国一律単価の採用により、多様性豊かな農業の展開を著しく阻害をしております。これに対して我が党は、農家の所得は事業を前提に頑張る農家に報いる農政、地域の絆を強める農政の実現を目指しています。一つは、農業者個別所得保障制度の固定部分は、農地を農地として維持することに対して対価を支払う直接支払い制度に振り替え、金額も約3500円に拡充します。変動部分は3500億円に拡充します。変動部分は農家の拠出を伴う収入減最小緩和対策に振り替え、拡充を図ります。二
2つ目は多様な担い手を育成確保するため、経営異常円滑化制度の創設なども含む担い手新法を制定する、約500億円などの農業者を支える政策を打ちます。3つ目は土地利用型作物に限らない日本型直接支払い制度を創設いたします。そして多面的機能直接支払い法を制定するなど、農業地域を元気にする政策を打ちます。4つ目は地域の実態に合った農地集積加速化事業を復活するなど、規模拡大のための期限付きの目標を掲げて、大胆な有料な農業用地を確保する約6400億円の政策を打ちます。林業については災害対策に資する地産事業の拡充や林業経営の基盤強化、さらに路網整備や機械整備のための森林整備加速化林業再生事業など約1600億円の増額を行います。水産関係については東日本大震災からの復興は優に及ばず、我が国周辺 水域内水面の資源状況の悪化、燃油高騰の長期化でコスト増による経営の悪化、生産流通の悪化など衰退に歯止めがかかっていません。そこでこれらに対応するための関係予算を拡充し、衰退に歯止めをかけます。地方を活性化させる予算も重要であります。地方が自らの実情に合った事業を独自の財源で行うことは、昨今の経済状況から見ても難しい状況にあり、日本再生の鍵は地方経済にありとの観点に立って、十分な資金を確保し、地方の活性化を大胆に推進いたします。他方、地方自治体が特色ある政策を着実に実施できるよう、経済対策や雇用創出事業に活用できる地方経済対策特別交付金、地域雇用創出緊急交付金各5000億円を創設し、地域からの日本再生経済再生の支援を行います。他方で公共事業費の過度の削減により、防災対策をはじめとする社会資本整備に重大な支障が生じております。東日本大震災や各種自然災害への対応力の脆弱さが露呈し、さらに地域経済や災害時の応急緊急対応の役割を担っている地方建設業の経営を圧迫、地方の危機管理が限界に来ています。そこで我々は予算を国土強靭化元年にふさわしい内容として、真に必要な公共事業を緊急に行う観点から、政府案約 4.6 兆円から増額し、約 8.3 兆円を確保すべきであると考えております。大震災等により多くの国民が尊い命を奪われるとともに、国土に破滅的な被害が生じ、その復旧復興に巨額な支出を余儀なくされることを感じするのではなく、事後復興に必要な額よりもはるかに少ない額で事前に計画的な投資を行い、大災害等の被害を大幅に減額する国土の強靭化を全国レベルで行うという事前復興への発想の転換であります。この事前復興の考え方に基づき、近い将来に発生が予想されている大震災等の被害を最小限に抑えるため、早急に実施すべき事業として約3兆円を東日本大震災復興特別会計に計上いたします。次に社会保障関係予算であります。年金、医療、介護は世代を超えた国民生活の基盤であり、社会保障制度の崩壊は国民生活の崩壊につながります。今こそ高齢化の進展等に対応し、自助・自立を基本に安心できる社会保障制度の構築を目指すべきであると考えます。基礎年金国庫負担割合の2分の1への引き上げは当然の前提として、その財源については交付国債の発行による年金積立金の取り崩しによるものではなく、一般会計予算において必要な財源を確保します。生活保護の受給者が急増しています。生活保護は
最後の安全網として機能は確保しつつも、手当より仕事を基本に不正受給に対してより厳格に対処するとともに、就労の一層の促進、現金給付から現物給付、例えば住宅確保、食料回水券の活用等の移行、医療扶助の適正化など必要な見直しを行い、国費ベースで8000億円を減額します。子どもに対する手当に関しては3党合意に即して年収960万円以上の所得制限世帯への支給5000円は行わないこととする。なお年少扶養控除については今後さらに議論を深めていく考えであります。次に教育です。教育の目的は我が国の時代を担う人材を育てることであります。改正教育基本法の理念を実践するために我が党政権下で初めて教育振興基本計画が作成されましたが、民主党政権は高校授業料無償化の削減に充てるため基本計画関連予算を軒並み削減しました。高校授業料無償化については3党実務者会議においても具体的な合意には至りませんでした。我が党としては所得制限を設けることによって2000億円を捻出し、その財源でより優先度の高い低所得者への給付型奨学金約1000億円の創設や公私間格差の是正を早急に行うべきであると考えております。また東日本大震災を受けて学校耐震化防災拠点化の要望が3350億円にも上がっております。確実な予算措置が必要であります。さらに科学技術やスポーツ文化芸術分野については中長的に安定した予算の確保が必要であり、特に我が国の成長や復興の原動力となる科学技術については将来への投資として重点的な予算配分が必要であります。外交安全外交防衛予算も見直しが必要であります。外交力を抜本的に高めていくため大使館体制と人員の強化など外交基盤の整備を強力に推進します。特に南スーダンへの PKO 派遣については武器使用基準の緩和を検討するとともに在南スーダンの大使館を早急に開設すべきであります。また国を守る観点から予算人員削減が明記された防衛大綱中期防を新たに策定し直します。大震災への対応を見ても自衛隊の人員装備など充実が必要であり、これ以上防衛予算の縮減に歯止めをかけるとこれ以上の防衛予算の縮減に歯止めをかけるとともに震災で被害を受けた F2 戦闘機の修復などのために約800億円の増額を行う必要があります。さらに近年サイバーテロ脅威が静かにしかし着実に増しています。米国はサイバー空間を第五の戦場と位置づけ、その対応の強化を行っています。我が国においてもサイバーテロの対応を含めたサイバーセキュリティの対策強化を早急に進めるべきであります。一方で徹底した行財政改革が必要です。我が党はこれまで行財政改革に果敢に取り組んでまいりました。例えば国家公務員の削減に関しては10年で国家公務員を 20% 8万1000人純減する計画を平成17年に決定し、その後4年間で約4万5000人の純減を達成いたしました。今後我が国財政の危機的状況を克服していくためにも国家公務員の純減を前倒しするなどにより国地方公務員の人件費を削減し、国費ベースで1兆5000億円のスリム化を行います。また無駄遣いの撲滅については平成21年度予算において徹底した支出の見直しを行い、広報経費委託調査費や公益法人への支出について約3、4割の削減をしたほか、政策の棚卸しにより一般会計約5500億円、特別会計約3300億円を削減しました。引き続き無駄遣いの撲滅に向け不断の努力を行い、効果や優先順位、
適正規模等の視点から個々の政策をゼロベースで総点検することにより、合計で5000億円程度の見直しを行います。以上、我々は復興予算はもちろん、経済再生、地域活性化策、農業再生など真に必要な分野については重点的に予算を上乗せします。一方、高校授業料無償化など民主党のマニフェスト関連予算の見直し、公務員人件費の削減、生活保護費の抑制などによって歳出を大幅に削減します。また、基礎年金国庫負担割合2分の1への引き上げの財源については、隠れ借金ではなく、正直に赤字国債で対応すべきであると考えております。このように、我が党が提言する組会による予算の総額は、基礎年金国庫負担引き上げ分を含め、総額 91.8 兆円となります。政府予算と同じ基準で比較するため、国庫負担引き上げ分を差し引けば、89.2 兆円であり、政府の予算総額の 90.3 兆円よりも 1.1 兆円スリム化した予算となります。今、我が国は未曾有の国難に直面しています。我が党はこの時こそ、ばらまきや偽りではなく、国民に対して真実を語り、厳しい施策も勇気を持って示してまいります。私は政府民主党に申し上げたい。国民を騙すことはもうやめませんか。嘘はマニフェストだけで十分ではありませんか。我が党は日本再生に向けて被災者の皆さんや国民が希望を持てる将来ビジョンを掲げ、その実現のための組会予算をここに示しました。粉飾マニフェスト違反、三党合意違反の予算は即刻撤回すべきであります。最後にこのことを強く申し上げ、編成会の動議の趣旨説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。これより予算3案に対する討論と、動議に対する討論等を一括して行います。順次これを許します。若井康彦君。民主党の若井康彦です。私は民主党無所属クラブを代表して、ただいま議論になりました平成24年度予算案に賛成をし、自由民主党無所属の会提出の組み替え動議に反対する立場から討論を行います。まず冒頭、東日本大震災、福島第一原子力発電所事故、さらにはこの冬の豪雪で被害に遭われた皆様、避難を続けておられる皆様に心からお見舞いを申し上げます。さて、我が国が直面する最大の課題は言うまでもなく、東日本大震災、福島第一原子力発電所事故からの一日も早い復興であります。これまで政府においては、よどにわたる補正予算や予備費の活用などを通じ、復興を推し進めてまいりましたが、本予算は、震災後初の本予算であり、被災地からは大きな期待を寄せられております。また、欧州債務危機、長引く円高や不安定な為替相場、対洪水被害など産業の根幹を成している製造業を中心に、日本経済は
今なお大きな打撃を受けており、景気対策を担う積極果敢な経済政策も求められております。他方で我が国の財政状況に目を転じれば、国債発行に依存することのない財政運営の実現を強く求められております。昨年閣議決定した中期財政フレームにより、本年度予算では44兆円以下に国債発行額を抑制し、また一昨年政府が閣議決定した財政運営戦略において定めた2015年度までに2010年度の基礎的財政収支赤字額対 GDP 比を半減する、2021年度までに黒字化するという目標に照らし、極めて微妙なバランス感覚に基づいた予算編成が必要であります。復興を確かなものとしつつも、経済成長と財政健全化の両立も含めた3つの目標に同時に道筋をつけていくためには、限られた予算を重点的効率的に配分することが必要であります。本予算案では日本再生重点化措置として各省庁の政策的経費について、昨年度当初予算費で一律1割の削減を求め、その部分を新たに提案をさせ、絞り込みをかけることで重点化を実現しております。具体的には、新たなフロンティアおよび新成長戦略、教育雇用などの人材育成、地域活性化、安心安全社会の実現の4分野を対象とし、総合特等も活用して新産業の創出と雇用促進により内需拡大を実現し、デフレからの脱却を目指すための諸施策に予算を重点配分しています。また沖縄県については新たに一括交付金を設けました。また本予算案の編成と並行して、社会保障の安定化と財政健全化を目指した社会保障と税一体改革大綱を閣議決定するとともに、行政の一層のスリム化を進めるため、政府においては独立行政法人の統廃合、特別会計の再整理を進め、党においては行政改革実行法案の提出を準備するなど、さまざまな抜本的な改革に着手することで、決して無駄を許さない姿勢を明確に示しております。具体的に東日本大震災からの復興や防災対策予算を見ますと、ハード事業を幅広く一括化し、自由度を高くした復興交付金、原発事故の影響で避難をよく余儀なくされている皆様の早期帰還を実現するための費用、被災した公共施設の復旧や耐震化、鉄道の早期復旧の支援、授業料の減免、児童生徒の被爆防止やモニタリングの強化、災害廃棄物の迅速な処理、被災中小企業等の資金繰り支援など、復興を実現するための欠かすことの できない予算が盛り込まれております。さらに復興予算については、国の資金の流れの透明化を図るとともに、復興債の償還を適切に管理するため、すでに衆議院で審議を進めております特別会計法改正案を通じて、新たな特別会計を設けることで流用を防止する措置を講じることとなっております。その他中退率の低減などで大きな効果を上げております高校の実質無償化のための諸経費、大学卒業後一定の所得を得られるまで返済を猶予される新たな奨学金の創設、電力需給対策や再生可能エネルギー活用に向けた技術開発、農業者個別所得保障制度、農産漁村の6次産業化に向けたファンドの創設、待機児童の解消などに向けた保育サービスの拡充、自殺うつ病対策の推進、求職者支援制度による職業訓練や給付金の支給等を通じた
就職支援なども盛り込まれております。今回の予算審議におきましては、直接被災地へ赴かれた委員諸君から現場での実感に基づく質問が多く交わされ、大変建設的な議論がなされたと実感をしております。これまで申し上げたように、本予算案は子どもたちを放射線から守り、被災地での雇用の担い手となる企業の復興を助け、被災者の方々の足となる鉄道や道路を復旧し、原発被災で避難されているすべての皆様に一日でも早く故郷へ帰還していただくなど、復興を進める上で決して欠かすことのできないさまざまな予算、ベストの予算であると確信をしております。与野党の壁を越えてご賛同をいただき、一日も早い成立を図ることこそが今課せられた政治家の責務であると信じてやみません。なお、自由民主党無所属の会提出の組み替え動議につきましては、残念ながら見解をことにするものであり、賛成はいたしかねます。何とぞ本予算案にご賛同いただきますようお願いを申し上げまして、私の賛成討論といたします。三ツ谷のりお君。自由民主党の三ツ谷のりおでございます。私は自由民主党無所属の会を代表して、平成24年度予算政府案には反対、自由民主党無所属の会提出の編成替えを求める動議に賛成の立場で討論を行います。なお、我が党は復興特別会計を含む復興関係予算には賛成であります。このため一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算の分割採決を主張しましたが、残念ながら政府に応じていただけなかったため、結果予算全体に反対することとなった経緯を一言申し添えます。3月11日から1年が経とうとしております。討論の前に震災によって亡くなられた方々に対して改めて哀悼の意を表しますとともに、未だ続く被災された皆さんのご苦労に対し心よりお見舞いを申し上げます。さて、各種世論調査の最近のトレンドとして、支持政党なしが過半数に迫りつつあります。それは物が決まらない、決められない、前に進まない政治の体たらくに国民の不満、不信、そして無関心が日を追うごとに高まっている証左に他なりません。普天間基地移設問題、一票の格差の問題等々、何も決まらない、決められない、事例には枚挙にいとまがありません。税と社会保障の一体改革に至っては、首相の空元気ばかりが目立ち、具体的な議論が進みません。一日も早く党内をまとめ、具体的な法案の提出をお願いしたい。そうすれば我々は堂々と議論いたします。それでは、我が党が政権を奪還したならばどうするのか。予算の編成外から始まる日本新生への我が党の政策ビジョンは、
いかなるものなのか、本論に入る前に大きく4点ほど申し上げたいと存じます。第一は、東日本大震災からの迅速かつ本格的な復興についてであります。我が党は昨年、持てる力のすべてを投入し、復旧復興に協力してまいりました。しかしながら、復興の遅れは明らかです。一年が経とうという今日に至っても、被災者の生活再建、被災地の将来への展望は未だ開けない状況が続いていることを肝に銘じなければなりません。我が党は3月11日を前にして、復興加速への10の方策を提案しており、今後とも全力で取り組む覚悟であります。二つ目は、デフレ円高からの脱却と日本経済の再生についてであります。デフレからの早期脱却を果たすため、 GNI 国民総所得ベースで実質 3%、 名目 4% の成長を巡航速度とし、海外の経済成長を国内雇用の維持発展に取り込む新たな国家経済モデル、すなわち貿易立国であり投資立国でもある創発型のエンジンを持つ強い国家を作ります。また雇用の創出と持続的成長を実現するため、財政健全化の着実な進展を世界に発信するとともに、デフレ円高からの脱却に向けて、欧米先進国並みの物価目標 2% 程度を政府日銀の協定で定めるとともに、日銀の国際管理政策への協調などにより大胆な金融緩和を断行します。同時に、東日本大震災被災地復興事業や国土全体の強靭化事業などを起爆剤として、民需主導による有効需要の創出を図るとともに、大胆かつきめ細かい成長戦略を強力にかつスピード感を持って推進することにより、日本経済を持続的な成長軌道に乗せます。三つ目は、自助自立を基本とした安心できる社会保障制度の構築についてであります。我が国の社会保障費は、高齢化や医療技術の進歩などに伴い年々増加し、今後さらに増大するとともに、社会保障の必要性が多様化することも予想されます。我が国の社会経済の現状や将来の姿を見据え、党綱領に示すとおり、自助自立を第一とし、共助さらには公助を適正に組み合わせるという基本的な考え方に立って、持続可能な形へ受益と負担の両面にわたり必要な見直しを行います。最後は、日本を強くしなやかな国へ、国土の強靭化についてであります。東日本大震災や相次ぐ台風被害等で国土の脆弱性が露呈し、我が国は防災面だけでなく、政治、経済、文化、社会のあらゆる面の見直しを強いられています。このような大震災等により、多くの国民の尊い命が奪われ、国土に破滅的な被害が生じた後に、その復旧復興に巨額な支出を余儀なくされることを感じする、事後復興の考え方を改め、事後復興よりも、はるかに少ない額で計画的かつ賢明な投資を行い、大震災等の被害の額を大幅に縮減する事前復興の考え方を取ることとします。我が党はハード・ソフト両面で災害に強い国、都市、町を作り、バックアップ機能を強化した国土を形成するために、国土強靭化を予算の根本に据えます。近い将来発生することが予想される巨大地震、津波などに十分耐え、なおかつすぐに回復可能な強くしなやかな国土を作り上げます。以上が我が党が提示する主な政策ビジョンであります。これらの考え方のもと、我が党の提示する予算組み替えをご説明いたします。平成24年度政府提出予算には、
先ほど塩谷総務会長が指摘したように、見せかけだけの粉飾予算であること、マニフェスト破綻予算であること、さらに三党合意違反予算といった根本的な問題があります。加えてデフレ円高対策の無策ぶりや地方への配慮の欠如など問題点満載であります。我が党は政権交代を果たし予算を作り直していくとの立場から平成24年度予算の編成概要を求める動議を提出いたしました。そのポイントを申し上げれば、1、復興予算はもちろん国土強靭化元年にふさわしい真に必要な社会資本整備を進めるための公共事業関係費を確保する。2、地域から日本経済再生の支援を行う地域経済対策特別交付金と地域雇用創出緊急交付金を創設する。3、農業の個別所得保障制度を改め、頑張る農家に報いる農政、地域の絆を強める農政の実現を目指す農業予算に変える。4、高校授業料無償化を改め、給付型奨学金の創設や公私間格差の是正を図る。5、国を守る観点から防衛予算の縮減に歯止めをかけ、予算の増額を図るとともに、サイバーセキュリティ対策を強化するなど、真に必要な分野については重点的に予算を配分する考えであります。その一方で、民主党のマニフェスト関連経費の見直しや国と地方公務員の人件費削減によって国費ベースで1兆5000億円のスリム化を行い、不断の無駄撲滅で5000億円程度、また生活保護費の抑制により国費ベースで8000億円等を削減いたします。また我が党は将来への投資に大胆に取り組むとともに、持続可能な財政の確立にも責任を持って対応します。2010年の参議院選挙公約では、社会保障を支えるための消費税率 10% を約束しましたが、正直に真実を語ることが政治を行う上での大前提であると考えています。その意味でも、基礎年金国庫負担割合2分の1への引き上げの財源については、交付国債によるのではなく特例公債を発行して財源を確保すべきと考えます。以上、我が党が考える組み替えによる予算の総額は、基礎年金国庫負担引き上げ分を含め総額 91.8 兆円であります。国庫負担引き上げ分を差し引けば 89.2 兆円であり、予算の追加重点配分を行っても政府の予算総額の 90.3 兆円よりも 1.1 兆円減額した予算となります。なお、我が党の提案する経済成長戦略の実施や大胆な金融緩和政策の断行により、デフレから早期に脱却し、その結果景気回復と税収増を図り、赤字国債の発行額をさらに削減することが可能であることも申し添えたいと思います。我々の提案する一人一人を強く豊かにするための正直に真実を語る予算、これは絶対に必要な編成外であります。本当に国民生活を第一に考えるのであれば、政府与党の皆さんには我々の動議の内容を真摯に受け止め、賛成の意思をぜひとも示していただきたいと思います。ローマは一日にしてならずと言われますが、ローマは一日にして崩壊してしまったと言っても過言ではありません。どうしてそうなってしまったのか。ローマは勢力の盛んな時にどんどん半島を拡大し、植民地を増やしていった。その植民地から安い穀物がローマに流れ込み、貧富の差が拡大するとともに、本来のローマ市民の中核である自作農は自活能力を失い、
都市に流れ込んでくるようになりました。それらの都市流民に対し政府が行ったのはパンとサーカスの提供だったんです。結果何が起こったのか。あのローマ帝国を支えた強靭な市民性は堕弱なものとなり、兵役の義務さえ怠るようになり、国防は傭兵任せとなってしまい、蛮族の侵入によりローマはあっけなく崩壊してしまいました。どこかの国の今の状況に酷似しているではありませんか。聞くところによると、今若い世代の間でデフォルト待望論が蔓延しつつあるそうです。一旦リセットしてほしい、そう考えているのです。資産や年金をはじめとする社会保障など世代間の不公平、そして仕事や所得の面での世代内の不公平、こうした不満や不安が大きく渦巻いているのです。これは民主主義の根底を揺るがしかねない有識事態です。福沢諭吉は一心独立して一国独立すると言っております。今我々がなすべきことは、正直に真実を語り、真の社会正義を実現し、国民一人一人に自立を促すことではないでしょうか。政府はそのための手助けをすべきなのであります。今や政治に対する信頼も地に落ちています。最大の原因は、政治家が言うこととやることが違うからなんです。政治はその責任として早急に真のある政権を作り直さなければなりません。すべての政党がもう一度国民の審判を受けて、政治を前に次のステージに動かそうではありませんか。そのことを強く申し上げ、私の討論といたします。ありがとうございました。高木陽介君。私は公明党を代表して、ただいま議題となりました平成24年度予算案に対して反対の立場から討論いたします。討論に入る前に一言申し上げます。まもなく 3.11東日本大震災から1年を迎えます。改めまして、震災によって尊い命を落とされた方々に対し哀悼の意を表するとともに、地震津波被害原発事故被害から立ち上がろうと懸命に取り組んでおられる被災者の皆様方に心よりお見舞いを申し上げます。本年2月、復興庁が立ち上がりました。今月5日よりは事業者の二重ローン問題解決に向け、東日本大震災事業者再生支援機構が業務を開始いたしました。福島復興再生特別措置法案の年度内成立にもめどが立ちつつあります。しかし、このように体制は整ってきても、現実の復興生活再建に向けてはさまざまな課題が山積みしていることも事実です。公明党はこれからも被災地被災者の方々の視点に立って、支援のための立法をはじめ体制整備に努めていきますとともに、被災者の生活再建、瓦礫の処理、除染、賠償問題など日々直面する課題が一日でも早く解決するよう、復興庁をはじめ行政府に対し言うべきことは言い、また協力すべきは全面的に協力しながら復興を推し進めてまいります。私たちは 3.11 を決して忘れません。決して風化させません。
公明党全国会議員、地方議員一丸となって、復興元年の今年を日本再建の確かな一歩とするため、全力で取り組んでまいることをお誓い申し上げます。さて、民主党政権下で3人目の総理大臣による3回目の予算編成となった平成24年度予算案、政権交代から2年と半年が過ぎましたが、この間民主党政権による国民不在あるいは裏切りの政治が続き、政権の正当性すら疑われています。もはや民主党には日本経済のデフレ脱却に導くことも国民生活を守ることもできないと言っても過言ではありません。私は平成24年度予算案についてこのように申し上げたい。第一に、マニフェスト総崩れ予算。第二に、粉飾的な手法を用いた取り繕い予算。第三に、政党間協議の信頼を損ねる不誠実予算。そして第四に、デフレ、円高からの脱却への戦略なき予算。以上4つであります。以下これらの4つの視点から順次反対理由を申し述べます。まず第一のマニフェスト総崩れ予算である点についてであります。ヤンバダム建設中止、2万6000円の子ども手当、高速道路無料化などマニフェストの主要政策のほとんどが見直し破棄されてしまいました。また歳出削減や予算の組み替えで 16.8 兆円の財源を捻出するとの公約も全く成果が上がっていません。しかも野田総理はあろうことか、主要マニフェストの公約違反だけではなく、やらないと公言してきた消費税増税だけは闇雲に推し進めようとする、全く支離滅裂、国民騙しそのものであります。マニフェスト総崩れは誰が見ても明らかです。にもかかわらず民主党からは国民に対して具体的な釈明説明も、そして明確な謝罪もないことは誠に遺憾であります。私は民主党の政権公約は3回目となる今回の予算案において完全に崩壊したと断言するものであります。第二に、粉飾的な手法を用いた取り繕い予算である点についてであります。本予算案は3年続けて新規国債発行が税収を上回る異常な予算となりました。また一般会計規模は中期財政フレームの歳出の大枠である基礎的財政経費 68.4 兆円を達成したかのように装っていますが、詳細を見れば本来24年度当初予算に計上すべき経費を23年度第4次補正予算に前倒し計上させ、結果小さく見せているだけです。また、90.3 兆円の一般会計の規模も前年度比で減ったようには見せているものの、本来一般会計に計上すべき基礎年金国庫負担2分の1への引き上げのための費用を加えるならば、92.9 兆円規模になるなど、幾重にもごまかしが施されております。民主党が政権の座についてからは、国の一般会計の歳出はむしろ膨れ上がってきており、この3年間で平均して年8兆円も水ぶくれ、マニフェストに固執し、財源の手当も不十分なまま、闇雲に国家財政を肥大化させ、財政規律を歪ませてしまった責任は極めて重いと言わざるを得ません。極めつけは、基礎年金の国庫負担2分の1への引き上げのための財源 2.6 兆円を一般会計に計上せず、年金交付国債で対応し、表面上普通国債発行額を抑えるという姑息な手法を用いていることです。政策実行のための財源税源が確保できないならば、普通国債を計上し対応する、これが本来のあるべき財政の姿であり、今般の年金交付国債の発行に見るような粉飾的な手法は根源的にあってはなりません。財政の透明性や健全性を損ねるもので言語道断であります。しかも年金交付国債の償還財源は実際上は将来の消費税増税分ですが、閣内あるいは与党内での議論もバラバラ、消費税増税を含む一体改革の法案が出せるかも不透明です。仮に消費税増税が実現しなければ、結局は年金積立金が取り崩されるなど、年金財政に支障をきたしかねません。
ある意味国民の重要な年金資産を人質にして増税を迫るというまさに脅しに近いものがあります。安住財務大臣はいい選択だとは私も思っていない、大変申し訳ないと思うと答弁されているならば直ちに撤回すべきと強く申し上げるものであります。第三に、昨年来の政党間、中んずく民主、自民、公明の三党協議の信頼を損ねる不誠実予算である点についてであります。公明党は昨年の 3.11 の東日本大震災の発災などの事態を受け、震災からの復旧復興のための施策の実行に向けては与野党の立場を超えて全面的に政府に協力してきました。また23年度の子ども手当の見直しや税制関連法案なども協議の上誠実に対応してきました。一方で歳出の見直しに関しては民主、自民、公明3党の合意に基づき24年度以降の農業個別所得補償や子どものための手当のあり方などについては平成24年度予算編成プロセスで誠実に対処するとしていたにもかかわらず、公党間の協議への対応も不誠実なままで自らの都合を優先し予算案を計上したのであります。農業の個別所得補償制度については昨年の8月の時点で政策効果の検証をもとに必要な見直しを検討するとして3党で確認したにもかかわらず、予算編成過程において政策効果の検討作業もないがしろにしてきたばかりか、予算への反映が難しくなったという身勝手な自己都合により協議を打ち切りました。子どものための手当についても24年度以降は従前の児童手当法の改正で対応することを決めましたが、特に名称は子ども手当に近いものを残そうと固執しており、審議にもとる対応であったと言わざるを得ません。一部では三党間での協議が再開されつつあるものの、予算編成過程におけるこうした態度は公党間の信頼に関わる問題であり、かつそのまま国民への不誠実さを示すもので誠に遺憾であると強く申し上げるものであります。第四に、デフレ円高からの脱却への戦略なき予算である点であります。予算案の内容を見ても景気回復や経済再生に向けた成長戦略をはじめとする対策はどれも中途半端であり、デフレ円高対策なども経済対策と合わせた戦略が見えません。国難ともいえる日本をどこに導こうとしているのか、民主党政権のビジョンやメッセージは伝わってきません。本予算案の唯一と言ってもよい目玉である日本再生重点化措置についても、アフガニスタン支援、自衛隊の艦艇航空機等の燃料費など全く重点化措置に合致しない内容も含まれており、到底デフレからの脱却も力強い景気の回復への期待も抱かせるものではありません。デフレからの脱却と歴史的な円高への対応にあたっては、政府と日銀が連携を取りつつまさに車の両輪として経済財政運営を図っていかなければなりません。日本銀行は先月14日に中長期的な物価安定のめどの導入などの金融緩和の強化を発表いたしました。日本経済がデフレから抜け出すための一歩を踏み出したメッセージとして一定の評価をいたします。それに比べ政府の動きは全く鈍い。政府民主党からは司令塔不在のまま一向にその方策が示されていない。これでは日本経済の再生はできません。リーマンショック以降需要喚起に対する施策は出そろっています。実行力こそが問われているのです。公明党はまず今回の大震災を契機に首都直下型地震などの大災害に対応するべく、防災減災ニューディールとして安心安全な国づくりを加速的に進めつつ国内需要を喚起するべきであると考えています。以上主な反対理由を申し述べました。民主党政権は一体どこに向かおうとしているのでしょうか。民主党政権の現状を国民を乗せたバスの運転で例えてみると、2年半前民主党バスはマニフェストに示された道しるべに沿って我が道を進もうといたしました。財源という燃料も無駄を削れば大丈夫と信じて出発したものの、1年目ですでに燃料切れが発覚し途中でガス欠、そこで道を変更すればいいものをそれもできない。この間運転手は2人代わって今や3人目、
それでもその場に立ち往生を余儀なくされ、乗車した国民にはバスが止まっている事情の説明すらせず、挙句には3人目の運転手は当初の道しるべになかった方向に行こうとしているのが、乗務員たちの間ではいがみ合いが続いていて、一向にバスは発車しない。ざっと申し上げればこのような状況です。こんな民主党バスからは早く降りなければなりません。この国をどこに導こうとしているのか、その舵取りができない政党にこれ以上政権運営を任せるわけにはいきません。民主党政権が国民の安心安全を守る能力を持っていないのであれば、潔く我々野党に政権運営を任せるべきであると申し上げ、私の反対討論を終わります。なお、自由民主党無所属の会から提出された組替え動議については、野田内閣の財政運営、財政政策に対する意見、考え方に関しては認識を共有する部分があるものの、総合的に勘案し反対いたします。笠井明君。私は日本共産党を代表して2012年度総予算3案に反対の討論を行います。第一は消費税増税を前提とした予算だからです。野田内閣は社会保障税一体改革と称して消費税 10% への大増税を進めようとしていますが、これは国民生活に深刻な打撃を与え、経済も財政も破壊するものです。本予算は基礎年金国庫負担2分の1に必要な財源に交付国債を充てることとし、その償還財源を消費税増税で賄うとしているのであります。このようなやり方、到底許されません。社会保障の財源は、証券優遇税制の廃止、新たな法人税減税の中止など、富裕層や大企業を優遇する不公平税制の是正を行うこと、ヤンバダムや東京外環道などの大型開発や軍事費など、歳出の無駄にメスを入れることによって確保すべきであります。第二に、社会保障切り捨ての予算となっていることです。野田内閣は消費税増税は社会保障のためと言いますが、一体改革は切り捨てのメニューが目白押しです。年金支給額は特例水準の解消、物価スライドを口実に過去最大の削減となります。この4月から後期高齢者医療制度、介護保険制度の保険料がともに大幅に値上げされます。これらは高齢者の生活を直撃するものです。民主党の看板政策だった子ども手当を廃止し、手当を大幅削減しています。その一方で、年少扶養控除廃止による住民税の増税が実施され、児童扶養手当も削減されるなど、子育て世代に厳しい予算となっているのであります。国民に消費税で増税を押し付け、社会保障は削減する、まさに一体改悪と言わなければなりません。今求められていることは、医療、年金、介護、障害者福祉、失業対策、生活保護など、あらゆる分野で大きく崩された社会保障の再生に踏み出すことです。第三に、国民の生活を支え、長期にわたり低迷後退に陥った日本経済を立て直す予算とはなっていません。外需依存の成長戦略、大企業の利益最優先の経済政策は、すでに破綻しています。今必要なことは、
国民の所得を増やし、内需主導の経済政策に転換することです。人間らしい労働のルールの確立、本格的な中小企業振興策の実施、食料自給率の向上と農林漁業の再生など、抜本的な対策を進めるべきです。日本の農業に壊滅的打撃を与え、地域の雇用と経済を破壊する TPP への参加はやめるべきです。アメリカは交渉を通じて、郵政完全民営化、金融保険、医療、食品安全基準、公共事業など、あらゆる分野での規制緩和、市場開放を求めています。これは国民の生活と安全を脅かすものであり、断じて認められません。また、労働者派遣法が昨日の厚生労働委員会で民主自民公明の3党修正によって全くの骨抜きにされ、この本会議で採決されようとしています。政府案は製造業派遣、登録型派遣の原則禁止を言いながら、常用雇用や専門26業種を除外するなど大きな抜け穴がありました。その極めて不十分な政府案ですら、アンチビジネスなどと言って反対する財界の言いなりになり、国民への公約を投げ捨てた民主党政権の責任は極めて重大です。第四に、沖縄の米軍普天間基地問題で、辺野古への新基地建設を沖縄県民の総意を踏みにじって押し付けようとしていることは断じて認められません。しかも政府が強行した環境影響評価書は、その内容が極めてずさんなだけでなく、その事業そのものにも重大な疑惑があります。グアムへの米軍基地建設経費の負担は中止すべきであります。武器輸出を全面禁止した国会決議を一辺の内閣官房長官談話で覆し、武器の国際共同開発、生産に道を開くことは、憲法の平和の理念を踏みにじるものであり、断じて許されません。第五に、東京電力福島第一原発事故から1年経った今も、東電と国は被災者への全面賠償に背を向け、除染も遅々として進んでいません。根拠もなく収束宣言をした政府に対し、多くの国民、被災者から不信と憤りの声が上がっているのは当然であります。原発事故の収束、損害の全面賠償、電力の安定供給と再生可能エネルギーの急速な普及のためには、東電とメガバンクなど利害関係者に責任と負担を求めるべきであります。地域独占体制とブラックボックスの総括原価方式に全面的なメスを入れ、電気代の大幅値上げはやるべきではありません。原発を再稼働するなど断じて認められません。原発からの撤退こそ今政治決断すべきなのであります。まもなく3月11日を迎えます。東日本大震災の被災地では懸命な努力が続けられています。復興への展望を本格的に切り開くためには、その要である働く場の確保、農林水産業の再建など、被災者の生活となりわいの再建に、国がその責任を果たしきらなければなりません。以上を強調し、討論を終わります。小林正恵さん。新党絆の小林正恵でございます。新党絆を代表して
平成24年度政府予算3案に反対する立場から討論いたします。私たち新党絆は今国会に提出が予定されている消費税増税法案には反対することを表明しています。予算関連法案である国民年金法改正案には年金交付国債が盛り込まれています。この交付国債は新規国債発行額を見かけ上44兆円にとどめるためだけに編み出された奇策であり、実に巧妙と言いたいところですが、体裁にこだわった割にはあまりにも見え見えで不健全、品格に欠けています。かつて国債発行30兆円枠の公約を守れなかった小泉元総理は、この程度の約束を守らないことは大したことではないと開き直りました。体裁にこだわり見えないところに隠してしまうより、実際は見えていますが開き直って表に出す方がまだマシな気さえいたします。泥の中に住む土壌は体裁にこだわらないものと思っていたらとんでもない間違いでした。泥に潜って隠れたつもりでも尻尾は見えています。そしてこの交付国債は消費税引き上げ後に増税分で償還されることが明言されています。言い換えるとこの予算案に賛成するということは、暗黙のうちに消費税増税法案に賛成したとみなされても仕方のない予算です。まさに消費税増税法案、消費税増税に向けての踏み絵予算です。まだ法案提出もされていない消費増税を約束手形に、年金を人質にとって消費増税に浸しる野田内閣、総選挙で約束したことには後ろ向きで、消費税増税のみ不退転の決意が感じられる野田内閣は、もはや財務省官僚機構に完全に飲み込まれてしまったようであります。財務省という大きな詐欺に土壌の尻尾は見つかってしまったのでしょう。詐欺においしく食べられ消化され、詐欺の餌食となってしまったかのようです。また被災地の復興は大幅に遅れています。地場の水産加工業の復旧の遅れで雇用は悪化したままです。東北の沿岸部は首都圏に比べて可処分所得は低く、増税のメッセージは被災者の生きるモチベーションを減退させます。今は被災地の皆さん安心してください。被災地に元の活気が戻るようあらゆる手段を取っていきますというメッセージが必要なのですが、本予算からは被災地に寄り添う姿勢も読み取れません。民主党への政権交代は高度経済成長期に作られた制度仕組みにとらわれ、既得権益でがんじがらめになった日本を大転換してほしいという国民の絶大なる期待を背景に実現しました。政治主導により国家の統治の仕組みを変える、予算をゼロベースで編成する、国の均衡をひっくり返し、特別会計と一般会計の枠を取っ払って大きな構造的な無駄を省く、これからの時代を見据えた社会保障を作る、デフレから脱却し疲弊した地域経済の活性化を図る、そういった政策を実現し身を切る改革を実施した上で、どうしても財源が足りない場合、消費税を含めた
負担を国民にお願いするというのが、現政権が国民と交わした約束です。しかし、本予算案からは、国民と約束した理念すら感じ取ることができません。予算の骨格は、これまで通り、各省からの積み上げと、財務省を中心とした官僚主導で編成され、政治主導が感じ取られるのは、肉付け部分に垣間見える程度です。国民との約束を保護にし、言ったことはやらないで、言ってないことをやるという、まさに主権者国民を裏切る裏切りの予算と言っても過言ではありません。このような予算案で国民に消費増税をお願いすることはできません。日本国の主権者は国民です。国民は選挙でその主権を行使し、国会議員に委ねます。その主権者を裏切るような行為は、民主主義の精神にも、日本国憲法の精神にも反する許されざる行為です。民主党の中にも、国民との約束は地球よりも重いと思っている方はたくさんいるはずです。裏切りの予算ではなく、約束の予算を作るために、今こそ決起しましょう。野党の皆さんの中にも、私たちと同じ政治理念を持つ方はいるでしょう。同じ理念を持つ同志の皆さん、今こそ私たち国会議員が勇気を持って、これまでの規制の枠組みを超え、日本の未来のために新しい一歩を踏み出そうではありませんか。そのことを強く訴えまして、私の反対討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。服部良一君。私は社会民主党市民連合を代表して、2012年度政府予算案並びに自民党無所属の会提出の動議に反対する立場から討論を行います。冒頭、3月11日から1年を前に、改めて東日本大震災の犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。さて、今回民主党政権3回目の本予算編成ですが、そもそも政権交代での国民との約束はどこへ行ったのでしょうか。競争ありきの新自由主義から決別し、生活再建が総選挙で示された民意でした。消費税を上げないと約束しながら、増税法案の成立を目指すことは公約違反です。対等な日米関係と東アジア共同体を目指すとしながら、TPP に前のめり、普天間移設は最低でも県外と言いながら、結局は辺野古、武器輸出三原則の緩和、憲法審査会の指導など、いつどこで約束しましたか。郵政改革法案はいまだ成立せず、派遣法改正は全くの骨抜き、非正規労働者の比率は政権交代後も増え続けています。不況のしわ寄せは弱者を直撃し、このままでは所得、富の偏りが拡大する99対1の社会になります。後期高齢者医療制度と障害者自立支援法の廃止、交通基本法や地球温暖化防止法の制定など、多くの約束が実現していません。生活再建の政策の実現にこそ、ネバーギブアップではないですか。社会保障、税、一体改革大綱では、再分配機能の回復、全世代対応型など言葉は踊っていますが、具体的なのは消費増税のスケジュールばかりです。予算では
年金交付国債という奇策を用い、年金財源を人質にして消費税引き上げに道筋をつけようとしています。低所得者対策を講じると言いますが、逆進性の高い消費税で本当に困窮する人の生活が楽になるのですか。本当に必要な人にお金が使われるのですか。金持ちから大分に税を取る、所得税の累進性をしっかりと強化することが先です。法人税減税も撤回すべきです。消費増税の前に無駄の削減や埋蔵金への切り込みはできたのですか。ヤンバダムや大都市圏環状道路、仕分けされたスーパー堤防の復活など、人からコンクリートへ逆転していませんか。消費税を売り値に転嫁できない中小零細企業はどうなのですか。消費税でデフレ脱却ができるのですか。景気が良くなるのですか。ノーです。加えて今回の予算案は官民連携による海外プロジェクトの推進など財界の求める新成長戦略に手厚く応えるものになっています。一体誰のための政治なのですか。防衛予算は動的防衛力の構築を目指すとし、復興関係を含めれば実質増へ転じました。米軍への思いやり予算もそのままです。これこそ国民生活軽視の無駄遣いです。辺野古関連予算も22億円増となっていますが、この後に及んでまだ辺野古に固執するのですか。 3.11 福島第一原発事故の深刻さに直面した日本にとって、進むべき道は脱原発と自然エネルギーの飛躍的拡大です。大規模集中型から小規模分散型のエネルギー構造への抜本的転換、発送電分離をはじめとする電力改革も急務です。しかし野田政権は原発再稼働へまっしぐら、文殊や核燃料サイクルからの撤退もいまだ決断できずにいます。予算案はエネルギー原子力予算の大胆な見直しからは程遠い内容です。今何よりも東北の復興、被災者の生活再建や雇用確保が決定的に重要です。しかし復興庁は査定庁と揶揄され、復興交付金は触れ込みとは違い極めて使い勝手が悪く、また原子力災害に事実上適用されないという欠陥もあり、自治体側から不満が噴出しています。潤うのが公共事業や特区規制緩和で復興需要をつかむ企業ばかりとなってはなりません。阪神大震災の後の孤独死は1000人近くに上りました。一人の被災者も取り残せない人間の復興こそ最優先です。野田総理は分厚い中間層という言葉がお好きですが、貧困に苦しみ孤立する人たちが生活や仕事の安定を得て生き生きと暮らせる社会を目指すことこそ政治の責任です。今こそ命を大切にする政治が必要です。以上を強く申し上げ、反対討論を終わります。どうもありがとうございました。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず石原伸晃君ほか3名提出、平成24年度一般会計予算ほか2案につき撤回の上編成替えを求めるの動議について採決いたします。石原伸晃君ほか3名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数よって石原伸晃君ほか3名提出の動議は否決されました。ついに平成24年度一般会計予算ほか2案を一括して採決いたします。この採決は記名投票をもって行います。3案の委員長の報告はいずれも可決であります。3案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君は白票、反対の諸君は静票を持参されることを望みます。
議場閉鎖、指名点呼を命じます。横粂勝人君、浅野孝弘君、小林正恵君、宮本武史君、松木健康君、石川智弘君、服部良一君、中郷敦史君、高橋千鶴子君、中島正純君、柿沢美斗君、吉泉秀夫君、斉藤康則君、塩川哲也君、下地幹雄君、山内光一君、中島隆俊君、渡辺義彦君、石田光司君、赤嶺政権君、鳩山邦夫君、松下忠宏君、浅尾慶一郎君、阿部智子君、三輪信明君、佐々木健翔君、園田博之君、田中康夫君、江田健二君、重野康政君、豊田純太郎君、渡辺光一郎君、笠井明君、石田則俊君、平沼武雄君、亀井静香君、渡辺芳美君、照屋監督君、内山明君、国田圭司君、吉井秀勝君、石井圭一君、志位和夫君、赤松正夫君、斉藤哲夫君、東淳二君、稲津久君、竹内譲君、伊藤義隆君、立花圭一郎君、遠山清彦君、古谷典子君、阿部俊子君、近藤光恵君、北村茂雄君、高木道夫君、江田康之君、赤澤良生君、柴山正彦君、小泉隆二君、高木陽介君、大口義則君、菅原一秀君、加藤勝信君、平井拓也君、石田正俊君、池坊康子君、富田茂之君、梶山博君、福井照君、稲田智美君、秋葉賢也君、遠藤音彦君、佐藤茂樹君、棚橋康文君、金田勝利君、宮越光弘君、谷光一君、三谷則夫君、松野博一君、漆原義雄君、西博義君、竹本直和君、高市早苗君、菅義偉君、金子康君、江戸昭則君、松本潤君、井上義久君、柳本拓二君、山本光一君、林元雄君、小池百合子君、今津博君、平沢勝栄君、西野明君、坂口力君、中村喜四郎君、山口俊一君、森英介君、古谷圭司君、山本裕二君、木村太郎君、小渕優子君、遠藤俊明君、金子和義君、石破茂君、相沢一郎君、甘利明君、田野瀬良太郎君、二階俊弘君、川崎二郎君、町村信孝君、茂木俊光君、塩野谷龍君、石原信輝君、堀康介君、加藤光一君、野田武史君、谷垣貞和君、木内実君、斉藤健君、小泉進次郎君、中谷大輔君、長島忠義君、小里康弘君、徳田武史君、丹羽秀樹君、佐伯武史君、松並健太君、武田良太君、平正明君、長岡恵子君、斉藤進君、後藤田正純君、西村康俊君、谷川弥一君、江藤拓君、古川義久君、花崎博樹君、坂本哲史君、河合克行君、竹下渉君、北村誠吾君、吉野正義君、今井正人君、井上真嗣君、岩谷武史君、山本拓君、望月義雄君、森山博史君、新藤義孝君、工藤仁美君、川口博史君、田村典久君、小野寺逸則君、今村正弘君、田中和則君、下村博文君、河野太郎君、藤田和恵君、稲見哲夫君、
長谷博史君、野田聖子君、鴨下一郎君、塩崎康久君、谷畑隆君、山本幸三君、須藤信彦君、松宮勲君、高木剛君、佐田源一郎君、細田博之君、村田義孝君、永瀬仁彦君、中谷源君、斉藤剛君、中山義勝君、奥田健君、五十嵐文彦君、岸田文雄君、浜田康和君、佐藤勉君、大野義則君、武部勉君、村上誠一郎君、河村武雄君、山田正彦君、筒井信孝君、渡辺修君、川口博史君、原口和弘君、大島忠盛君、高村正彦君、中川秀直君、伊吹文明君、額賀福志郎君、古賀誠君、江藤誠志郎君、森喜朗君、安倍晋三君、福田康夫君、麻生太郎君、松岡弘隆君、福田恵理子君、山岡辰丸君、柴橋正直君、相原志乃君、近藤和也君、藤田紀彦君、石原洋三郎君、尾形凛太郎君、稲富修司君、福島信之君、大山正弘君、橋本博明君、本村健太郎君、森本和義君、仁木博文君、福島健一郎君、井戸正恵君、磯貝佳代子君、柿沼正明君、山田良二君、中林美恵子君、小室久明君、杉本和美君、長江貴子君、江端貴子君、玉木君吉君、橋本弁君、同級誠一郎君、村上文義君、浜本博史君、玉木智子君、皆吉稲尾君、柳田和美君、辻恵君、若井康彦君、若泉清三君、品武志君、宮島大輔君、古賀隆明君、湯野木道義君、石関隆君、高井美穂君、村井宗明君、津村圭介君、岡本光則君、高山聡君、菊田真紀子君、園田康弘君、本田平直君、牧野清秀君、吉田治君、石田勝之君、生方幸雄君、松崎君明君、石毛栄子君、竹政光一君、坂野豊君、長妻明君、手塚義雄君、近藤昭一君、松原仁君、小宮山陽子君、中川雅治君、川端達夫君、枝野幸男君、古川元久君、安住淳君、現場光一郎君、加野道彦君、岡田克也君、野田義彦君、藤田大輔君、小山信弘君、田中美恵子君、三村和也君、和島美希君、小野塚正俊君、高橋秀幸君、山本剛生君、平山大郎君、宮崎武志君、石山啓輝君、高井隆君、立花秀則君、玉木雄一郎君、笠原民子君、三宅由紀子君、岡本栄子君、奥野総一郎君、高橋昭一君、川島智太郎君、玉木デニー君、矢崎浩二君、高野守君、平智之君、黒田優君、漬け蘭長敏君、大泉博子君、京野貴美子君、川村秀三郎君、川口博史君、石津正夫君、山崎麻也君、桑原勲君、熊谷貞俊君、小川淳也君、北上敬郎君、大串博史君、太田和美君、鷲尾栄一郎君、横山北斗君、三谷光男君、郡和子君、寺田学君、近藤陽介君、泉健太君、糸川正明君、田辺雅代君、松本大輔君、小宮山康子君、古本慎一郎君、長島昭久君、大阪誠二君、阿久津幸彦君、西村智奈美君、山野井和則君、劉博文君、
長安隆君、牧義夫君、大島敦君、木川田徹君、藤村治君、平野博文君、細野豪志君、日高武君、松野頼久君、小平忠政君、松本武明君、加藤浩一君、三日月泰造君、末松義則君、滝誠君、東正蔵君、鈴木勝正君、タルトコ真嗣君、城島光力君、横光勝彦君、仙石義人君、古賀一成君、八路義夫君、松本龍君、鳩山幸男君、藤井博久君、菅直人君、中野寛成君、岡田康弘君、神山陽介君、森岡陽一郎君、吉田恒彦君、木村武塚君、石井敏郎君、大西健介君、森山博之君、熊田敦志君、葛飾明宏君、後藤雄一君、加藤岳君、菅川博史君、串渕真理君、空本誠貴君、吉川正成君、畑浩二君、白石陽一君、阿千葉義信君、坂口直人君、野田国吉君、内越明史君、金子健一君、網谷信介君、向山光一君、石井明君、川越隆弘君、高松和夫君、野木実君、金森忠君、菊池長右衛門君、樋口俊一君、村越博民君、木井隆君、森本哲夫君、佐々木隆弘君、福田昭夫君、黒岩隆弘君、対馬恭一君、和田隆君、青木愛君、楠田大蔵君、市村光一郎君、田島一成君、神風秀夫君、田島要君、馬淵澄夫君、中野博子君、吉良修二君、下條光君、三井脇夫君、辻本清美君、吉田光一君、奥村天蔵君、佐々木隆蔵君、平岡秀夫君、新井聡君、海江田万里君、小林幸喜君、くつかけ哲夫君、田中真紀子君、田中慶秀君、池田元久君、前原誠二君、小沢咲人君、赤松弘隆君、大畑昭弘君、高木義明君、細川律夫君、山岡健二君、中井博君、小沢一郎君、畑勉君、渡辺幸三君、山尾しおり君、小原舞君、高村勉君、坂口武弘君、早川久美子君、中野渡り典子君、大谷圭君、佐藤優子君、萩原仁君、長島和義君、富岡義忠君、木内高種君、中島雅樹君、八田川はじめ君、勝又光一郎君、長尾隆君、山崎誠君、湯原俊二君、石森久嗣君、岸本周平君、山口和幸君、大西孝則君、水野智彦君、室井秀子君、武田光昭君、橋本清人君、中野城君、中根康弘君、岡島和正君、梶原康弘君、中川治君、松崎哲久君、土井隆一君、田村健二君、津川翔吾君、山花育夫君、中塚一光君、大谷信盛君、小泉俊明君、中津川博里君、与謝野薫君、吉田泉君、篠原隆君、後藤仁君、山口剛君、
投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖、開票、議場開鎖、投票を計算させます。投票の結果を事務総長から報告させます。投票総数476、可とする者白票298、非とする者正票178。右の結果、平成24年度一般会計予算ほか2案は委員長報告の通り可決いたしました。日程第一、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生労働委員長池田元久君。ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について厚生労働委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は近年労働者派遣事業をめぐりさまざまな問題が生じていることに鑑み、常時雇用する労働者以外の派遣および物の製造の業務に対する派遣を原則として禁止するとともに、派遣労働者の保護の充実を図る等所要の措置を講じようとするものです。その主な内容は、第一に法律の目的に派遣労働者の保護を明記するとともに、法律の題名を労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の保護等に関する法律に改めるものとすること、第二に常時雇用する労働者でない者について、いわゆる専門26業務を除き労働者派遣を禁止すること、第三に物の製造の業務について常時雇用する労働者の場合を除き労働者派遣を禁止すること、第四に日々または二月以内の期間を定めて雇用する労働者について専門的な知識等を必要とする業務を除き常時雇用する労働者、労働者派遣を禁止すること等です。本案は第74回国会に提出され、継続審査となっていたものです。今国会においては、昨日民主党無所属クラブ、自由民主党無所属の会および公明党より修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。修正案の主な内容は、労働者派遣が禁止される日雇い労働者とは、日々または30日以内の期間を定めて雇用される労働者を言うこととするとともに、日雇い派遣労働の禁止の例外を追加すること、物の製造の業務についての労働者派遣の禁止に関する規定及び
常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の禁止に関する規定を削除すること等です。次いで討論採決の結果、修正案および修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第です。なお法案に対して付帯決議をすることに決しました。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告の通り修正議決いたしました。議長。太田和美さん。議事日程追加の緊急動議を提出いたします。内閣提出地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案、地方交付税等の一部を改正する法律案右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。太田和美さんの動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程は追加されました。地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。総務委員長原口和弘君。ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。はじめに地方税法及び固有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案は、自動車取得税にかかる環境への負荷の少ない自動車を対象とした税率の軽減等の特例措置について要件を変更して延長するとともに、土地にかかる固定資産税及び都市計画税について住宅用地にかかる据え置き特例を廃止しつつ、平成24年度の評価外に伴う税負担の調整を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等所要の措置を講じようとするものであります。次に地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく均衡な状況にあること等に鑑み、平成24年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、地方交付税の算定にかかる単位費用等の改正、東日本大震災の復旧・復興のための財源となる震災復興特別交付税の総額の確保等を行うほか、当選金付き商標の電磁的記録による作成の導入、当選金の最高金額にかかる倍率制限の緩和、児童手当および子ども手当特例交付金の廃止等の措置を講じようとするものであります。両案は去る2月21日本会議において趣旨説明および質疑が行われ、本委員会に付託されました。委員会におきましては3月1日川端総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、6日から質疑に入り、本日野田内閣総理大臣に対する質疑を行い、これを終局いたしました。次いで討論を行い採決いたしましたところ、両案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。なお委員会において地方税財政基盤の早期確立及び東日本大震災への対応に関する件について決議を行いました。以上ご報告申し上げます。
両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって両案とも委員長報告の通り可決いたしました。議長、太田和美さん。議事日程追加の緊急動議を提出いたします。内閣提出特別会計に関する法律の一部を改正する法律案、租税特別措置法の法等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。太田和美さんの動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程は追加されました。特別会計に関する法律の一部を改正する法律案、租税特別措置法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。財務金融委員長、海江田万里君。ただいま議題となりました両法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。まず、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法則第17条第1項の規定を踏まえ、東日本大震災復興特別会計を設置し、その目的、管理及び経理等について定めるものであります。次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、国税に関し、新成長戦略の実現並びに、税制の公平性の確保及び課税の適正化の観点から要請される、特に喫緊の課題に対応するため、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税、国際課税等について、所要の措置を講ずるものであります。両案は、去る2月21日、当委員会に付託され、29日、安住財務大臣から提案理由の説明を聴取した後、3月2日から質疑に入り、本日、野田内閣総理大臣に対する質疑を行うなど、慎重に審査を行い、質疑を終局いたしました。ついで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案、および租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、いずれも賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、租税特別措置法等の一部を改正する法律案に対し、付帯決議が付されましたことを申し添えます。以上、ご報告申し上げます。これより採決に入ります。まず、特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につき、採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につき、採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。議長、太田和美さん。議事日程追加の緊急動議を提出いたします。内閣提出福島復興再生特別措置法を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。太田和美さんの動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程は追加されました。福島復興再生特別措置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。東日本大震災復興特別委員長、
古賀一成君。ただいま議題となりました法律案につきまして、東日本大震災復興特別委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生がその置かれた特殊な諸事情を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、福島復興再生基本方針の策定、避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置、原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について定めようとするものであります。本案は去る3月5日本委員会に付託され、6日平野復興大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨日質疑に入り、本日民主党無所属クラブ、自由民主党無所属の会、公明党新党絆、国民新党新党日本及び立ち上がり日本の6派共同提案により修正案が提出されました。その修正案の内容は、法の目的に福島の復興及び再生がこれまでの原子力政策推進に伴う国の社会的責任を踏まえて行われるべきであることを追加し、健康増進等を図るための施策を支援するための措置として財政上の措置を明示すること、国は住民の健康を守るために福島県が設置する基金に必要な財政上の措置を講ずることなどであります。同修正案について提出者からの趣旨の説明を聴取し、次いで原案及び修正案に対して質疑を行い、質疑終了後討論を行い、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。なお本案に対し付帯決議が付されました。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。本日はこれにて散会いたします。